魚さんはにに丁寧に対応してれば評価爆上がりそうだよそうあのさかなさんが今回やるべきはこういうまあいわゆる嫁ってまあいわゆるまあ迷惑系とかよねが言われてるけどそんな人を冷静に対応して冷静に応対してれば多分めちゃくちゃ株爆上がりだと思ううんそう。